ジェーナスはイギリス海軍の駆逐艦。JQ。艦名はローマ神話の神であるヤーヌスの英語読みである。ジェーナスの名を持つ艦としては6代目。艦名について日本ではジェーナス、ジャヌス、ジャナスなどの表記もある。ジェーナスは1936年度県艦計画に基づき1937年3月25日に スワンハンターウィガム・リチャードソンに発注され、1937年9月29日に寄稿、寄港、1938年11月10日に、浸水し1939年8月5日に、初代艦長ジョン・アンソニー・ウィリアム・トットヒル少佐の式の、元収益した。収益後は、フィリップ・ジョン・マック大佐率いる機関ジャービース以下、j 級駆逐艦からなる。 本国艦隊第七駆逐艦船,船隊に配属され、1939年9月に第二次世界大戦が勃発した後は、船隊の領艦と共に、北海で活動した。9月6日にはドイツから引き上げるイギリスの外交艦らを乗せた客船バタビアを護衛している。1940年2月2日に、ジャッカルと衝突事故を起こしたスウェーデン船ストルフォルスの乗員を救助した。 3月19日、ジャービスとジャベリンと共にイミンガムからロサイスへ向かっていた際に、ジャービスがスウェーデン戦闘和と衝突事故を起こし大破したため、救援活動を実施している。1940年4月になると、ジェーナスはノルウェーの戦いに派遣された。4月17日、ジェーナスはドイツ軍に制圧された飛行場の砲撃に向かった従順洋艦サフォークを護衛したが、 サフォークは空襲で大破したため撤退するサフォークの援護を行った。4月30日、スループビターンが空襲を受け炎上したため、生存者を救助後にビターンを来撃処分している。5月初めにナムソスからの撤退作戦に従事した後、ゼーナスはベルギー、オランダ沿岸部に派遣され現地のイギリス陸軍部隊の支援や撤退を行った。北海での活動期間で、 JNAS は合わせて20以上の船団を護衛した。機関を務める共同艦であるジャービスは衝突事故による損傷の修理中であったため、マック大佐は機関を一時的に JNAS に移し、1940年5月中旬に地中海艦隊第14駆逐艦船,船隊の指揮下に入るため地中海へ移動した。JNAS のペナントナンバーはこの頃に G53 へ変更されている。 地中海に到着後は、主に戦乱護衛や、地上のイタリア軍部隊への砲撃に従事した。1940年7月に、ジェーナスは、カラブリア沖海戦に参加、さらに11月11日には、タラント空襲を行う空母イラストリアスラを護衛している。12月には、マルタ島への戦乱護衛やアルバニアのブロラ砲撃を行う。 MC2 作戦と MC3 作戦の護衛に参加。作戦中の12月22日に、食雷のため損傷した、駆逐艦ハイペリオンを、来撃処分している。1941年1月、JNAS は、マルタ島への輸送作戦 MC4 作戦に、護衛として、参加。さらに作戦中に空襲で損傷した、イラストリアスをアレキサンドリアまで護衛した。3月に、 ジャービスら両艦と、またパンミサキを機械戦に参加。4月21日には、トリポリを砲撃する戦艦ボスパイと、バーラム、バリアント、軽巡洋艦グロスターを護衛した。4月16日、タリゴ戦団の戦いにおいてジェーナスは、両艦と共に、イタリアの輸送戦団を攻撃。輸送戦5隻を護衛の駆逐艦3隻もろとも、全滅させる功績を挙げた。 4月28日には紹介中に発見したイタリアの武装商船エグレオを沈めている。5月9日、ジェーナスは大規模な輸送作戦である MD4 作戦の護衛に参加。その後クレタ島の戦いに派遣されたジェーナスは5月21日にイタリア海軍の水雷艇ルポに護衛された兵員輸送船団を発見して攻撃、ルポを損傷させ小型船10隻を沈めた。 6月、ビシー政権を支持していたフランス委任党治療シリアとレバノンにオーストラリア軍を中心とする英連邦軍が侵攻したため j n ナスは支援砲撃やビシー側官邸への警戒に向かった。しかし6月9日、ジャッカル、ホットスパーと共にフランス海軍の大型駆逐艦バルミオユビンゲパールと交戦した j n ナスは3発の命中弾を受けボイラー室や環境に 大きな損傷を負う。ジェーナスは、この戦闘で、死者13名、負傷者13名を出した。ジェーナスは1941年8月から1942年2月まで、南アフリカ連邦のサイモンズタウンで修理を行った。この間、ジェーナスは1941年11月に、ウォーシップウィークのキャンペーンに参加している。修理完了後は再び地中海東部で、 戦団護衛に従事した。4月15日、ジェーナスは、ギリシャ海軍の駆逐艦バシリッサ・オルガと共にトブルクへ、向かう輸送船を護衛中に、イタリア空軍の CA-135 来撃機2機に来撃された。しかし幸運にも、日本の魚雷は、ジェーナスの艦艇を通過していったため無事であった。ジェーナスは、以降も、護衛や、対戦紹介任務を継続したが、6月4日に、 食雷によって再び大きな損害を出した。JNAS は、スエズで一時的な修理の後、希望本経由でイギリス本国へ帰国し1943年7月まで本格的な修理を行った。修理完了後は、スカッパフローで本国艦隊第1 0駆逐艦船隊に加わり、10月14日には、スピッツベルゲン島の守備隊へ補給を行うギアボックス3作戦に、 戦艦アンソンやカナダ海軍の駆逐艦、ハイダ、イロコイなどと共に参加している。1943年12月に、ジェーナスは再び地中海で第14駆逐艦船,船体に配属されることになり、デボンポート海軍基地で HF、DF 搭載などの改装を受けた。その後地中海へ移動したジェーナスは12月26日に船体へ編入され、翌日には、 機関ジャービスと共に、ブリンディジへ向かった。年が明けた1944年1月上旬、チェーナスは、ジャービスと共に、アドリア海沿岸のイタリア各地を砲撃し、敵の陣地や鉄道を破壊した他スクーナー3隻を、沈めた。さらに、イタリア西部のナポリへ移動し、1月18日には、ジャービス、軽巡洋艦オライオン、駆逐艦、ホークナー、ラフォーレイと共に、 ガエータを砲撃している。1月22日にアンツヨの戦いが始まると、ジェーナスもアンツヨへの上陸援護に参加した。ジェーナスとジャービスの2隻は22日23日の2日間で500発以上の主砲弾を敵陣地に向けて発射し、地上部隊の前進を助けた。翌23日の午後、アンツヨ共闘歩の沖合で警戒活動を行っていたジェーナスとジャービスは、 ヨアヒムヘルビッヒ中佐指揮下のドイツ空軍 LG-1 第1飛行隊による空襲に見舞われた。両艦は、ルー217から発射された対艦ミサイル HS-293 による攻撃を受け被弾し、第二弾薬庫が誘爆したジェーナスは大爆発を起こし沈没した。一方のダービスも、艦首を吹き飛ばされたが、死傷者はなく自力でナポリまで交代できた。 ジェーナスの生存者94名がジャービスとラフォーレイ、エーセン・ウィーゼルに救助されたが、艦長、ウィリアム・ブラバゾン・ロバート・モリソン・少佐を含む158名が戦死した。現在、ジェーナスの紋章が南アフリカ共和国サイモンズタウンにあるセルボーオンタンドックの壁に描かれている。 アトランティック1939ノルウェー1940カラブリア1940リビア1940メディトレーニアン1940から44マタパン1941スフォックス1941マルタコンボイズ1941アドリアチック1944アンツヨ1944ありがとうございます